はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日社長からの、招集で今日やろうという形で月の真ん中になりまして、ミーティングを始めさせていただくんですが、現状の、売上のまず数字を言わせていただこうと思います。11営業日終わりまして、残り9日ですね。全体の売上が、5600万と、6万9800円。目標額6000万というところから、やはり7000万は超えてみたいというところがやっぱり、できてきたと思うので、7000から7500目指していくためには平均最終的に350取らなきゃいけないと思うので、350で7000ですから、あと貯金がだいたい1日150万ずつという形になっているので、これをいかに削らないで、350平均で持っていくかというところを考えて営業していければという形がまず一番目の、提案ですね。はい、ではまず2日間イベントお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか見ててめっちゃ流れ良くなってきてるなと思って、女の子とかも何人ぐらい増えましたか、ミーティング一発目にしだしてから。4、5人増えてますよ、ね、4、5人は増えてます、ね、増えたりとか、みんななんかスタッフの人の動きとか、と児玉くんとかもなんか毎日売り上げとか報告とかのグループラインとか作って、数字に対しての意識がめっちゃみんな変わってきたなと思ってて、なんで今月何としても黒字は買い出すってことだけにコミットしながら、ただやっぱりこの2日間のイベントだったりとかもあったんで、今月終わった時に反動が多分来月出ると思うんですよ、7月だ。その時の対策をちゃんとちょっと今のうちから考えておいた方がいいなと思って、7月と8月の2ヶ月間のその売り上げをどうやって作っていくのか、そのイベントだったりとか、そういうことをちょっと今日もうある程度固めといた方がいいかなと。あと引き続きそのスカウトとかの成果がどんぐらい出てるのか、これ数字で出てるのかっていうところの共有と、本当にさっきも言ったようにね、なんとか今月1回黒字出して、多分そうすると何ヶ月ぶりの黒字になるんですかね。まず1回黒字を出すっていうこの癖をつけていかないといけないんで、今月黒字出たなって分かったらみんなでご飯行きましょうということで、どうしましょう、7月と8月のイベントの内容と。今までドバタ祭りしてるんですよね、うん、別に何か、変わったことはなくていいと思うんですよ、まず王道で。ただちゃんとその数字を作る意識を女の子とセスさんに持ってもらう。7月7日日曜日だから8、9、10ぐらいですか、3日間、多分数字見せて金曜日結構弱い。ああ確かにそれもありですよね。だから4号に持ってくるっていうのもありかなと。7月はそれで大丈夫ですか。はい、よく、はい、あと8月のお盆明けもなんかやっといておくいいと思うんですよ、ね、強制打たないと。はい、連休明けちょっとここ見て弱いイメージあるんで、はい、でも気が抜けちゃってると思うんですよね。3000円でいただければ各テーブル、一品このお店の特にそのやっぱクラブのお姉様とか、あとなんか全体的にありますか、これ関係なくても。なんかパーティーのことでもなんでいいじゃないですか、いい言葉がポジティブな、いつもだそうこれ食べたいとかね、黒字出たら黒字したらやっぱり焼肉は食べたい。でも全体的になんかね、腹がある。最初コメントひどかったですもんね、小室さんね。最初なんかみんなやる気なさすぎみたいなコメント系がよ、あれも戦略通りですよ。このそこから良くなってる風景をね、だからみんな役者だよね。もうわざと一発目のミーティングはもうちょっとやる気なさそうにミーティングしてどんどんこうやっていくっていう、もう役者ですわ。でもなんかいいですね、流れが。で7月と8月ちょっとそこの日程で、なんか他にも途中でこれこのタイミングで入れたらいいんじゃないっていうのあったら入れてみましょう。はい、赤字っていうことに対して全然意識を向けられてなかったマインドがやっぱり黒字に変えていくっていう部分では、日頃の営業でやっぱ数字に対しての追求も出てきましたし、自分ができることをやろうっていうマインドにもなったんで、すごくこうお店の中のミーティングでもやっぱり日々の課題だったりを追求した話題になってきたんです。社長のこのミーティングっていうかこの企画に対してやっぱりこういい方向に進んでいったんで、とてもなんか自分的にも成長できた場にもなってますし、今後も続けていきたいなと思ってます。根岸社長が入ったことによって、やっぱみんなの売上に対しての数字を見るっていう意識がやっぱり断然に多分違った
違ってきてるかなっていうのは感じてますね。社長が入ったことによって数字の意識という部分でスタッフが目標に対しての数字ですねを口にする回数が圧倒的に多くなったことと、今毎日来ていただいているような状況になるんですが、まあ、ホステスさんに対しての周知認知っていう部分もしっかりできていますし、そこに関してのスタッフの気持ちっていう部分、モチベーションも上がっているっていう現状はあると思います。ありがとうございました。お疲れでした。ということで今月は中旬もあれなんですか、もう中間だれるじゃん、中だるみするから、一回もうピシッともう一回みんなで襟を正して、あとはだからさっき言ったようにさ、ミーティングで言ったように今月の単月だけに意識しすぎたら来月の7月とか8月とかに絶対歪みが来るんよ。やったーっていう、よしドーンってなるじゃん。そりゃ連休とかもさ、連休明けに一気にみんな慣らしとかないでいきなり全力疾走できないじゃん、準備運動なしで。だから連休中とかその準備運動ちゃんとしとくためにそういうことを7月8月をここに決め、先のこと決めていかないとダメなんですよ。でみんなやっぱ慌てるから、その直前になってということでやって、今月やったら次7月もそのままの流れでいけるようにっていう感じです。でもこれ見てさ、今度行くよとか言ってくれてる人とか結構いるよ銀座で。それはマジありがたい。俺3ヶ月でできなかったら何するって言ったっけ。いや特に何も言ってないですけど、なんかやばいよみたいな。やばいだけ。3ヶ月でもし今月できなかったら何かしないとね。罰ゲームでバンジージャンプ出ちゃう。あ、それは無理です。